結局その一番その人類だけでなくね、他の生き物にとっても、まあ、地球上にあるあらゆるものの特徴です。で、地球と外側の地球との間に宇宙空間っていう余裕があるんですね。次元間空間っていうか、次元間時空っていうのかな、それが宇宙空間なんですよ。で、あんな風に見えるだけ、本当はいろんななくなった自我、それは光になりますので、それがコロニーを作ってる、同じ種類ごとにコロニーを作ってる。そしてこのコロニーたち、自我っていうのは私たち人間の知性よりも実は低いので、地球人類非常に嫉妬しています。彼らが地球に降りてきても命を目指した場合、簡単に人類まで到達しません。他の生き物、人類以前の生き物でストップしてしまう。私たちにまだ進化できないので、非常に嫉妬を私たちは受けているし、地球それ自身も受けています。そして星たちが強く憑依した肉体はどんどん目が細くなり、そして小さくなって、そして曲がっていきます。萎縮していくってことですね。萎縮ね。そしてそういった現象を皆さんはしてるんですけど、まあ、自我っていうレベルで皆さんはいつも同じ自我だから、その自我を有する肉体しか点々とはしない。それはあまり現象ということは言わないんですけど、肉体意識はね、全ての肉体を私という形で、私と共にというか、私という形で転生して、そしてまた私に戻ってくる。この体がオリジナル、地球の私という受精卵の中に宇宙を作ったオリジナルの顔にちょっとずつ戻りつつあるけど、今回はこれ一応最終的な作品のうちのこの感じがね。まあ、おちんちんは別の人の無理やり移植されてしまったけどね。私の意思に関係なくね。で、結局それで1サイクル終わったわけね。だからまた元の形に、一番近い形になんとか戻ってこれたか、皆さんに指揮指令できるわけですよ、うちがね。で、これが終わったらまた私は転生します。けど、もうくたくたに疲れ切ってるので、うちが娘を産めない限り、日本列島はもちろん世界中のほとんどの土地が一旦海に沈んで、ちょっとメンテナンスします。くたくたなんてね、皆さんが搾取しあったので、皆さんが一生懸命働けば働くほど私の体は搾取されるわけです。というわけですので、バイバイ。